皆様こんにちは、チェリストの江口真一です。おねのけんチャンネルご覧いただきありがとうございます。さて今回はエチュードを弾いてみました。デュポールの8番というエチュードです。このエチュードはですね、非常に美しい一曲になっておりまして、大好きなエチュードのうちの一つです。このエチュードを使って何の勉強してたかというと、右手のこの指の上下動き、このためにこの一曲を使って練習してたんですね。皆様もぜひこの練習のためにこのデュポールの8番を使ってみてはいかがでしょうか。それではデュポール8番お聴きください。